エグエットはイスラエルのバス会社であり、世界第2位の営業規模を誇る。従業員6117人、バス3303台を保有し、路線数は1038以上、特別線も含むと3984以上ある。1日あたりの運行本数は44957本であり、営業キロ数は810、519キロメートルである。 イスラエル全土をカバーし、各都市間の他機物もシャブユダヤ人入植地などを結んでいる。また、ハイファやテルアビブとエイラットを結ぶ路線は、夜行バスも運行している。エゲット社は1933年に小さなバス会社4社の合併によって創立された。1951年、同社は北シャハールバス社と南ドロムイフダバス社を合併し、イスラエル全国をカバーする。 関営バス社として発展する。6日戦争後には、エルサレムにあったハメカシャール社と合併する。エゲットの社名は、イスラエルの詩人ハイムナフマンビアリクによって名付けられた。第一次第四次中東戦争においては、エゲット社は、イスラエル国防軍を支援し、多くの兵士の戦場への輸送に携わった。新自由主義政策を取るネタニアフ政権による民営化にもかかわらず、 エゲット社は未だ、イスラエル国内旅客バス業界において大きな地位を占め、路線バス、都市町距離バスとしての役割を担っている。また、ネタニア不正権による民営化は従業員たちの反発を買い、大規模なストライキを招き、結果、サービスの低下につながったとも言われる。現在も、エゲット社の社員は頻繁にストライキを観行し、 その度に管理職の職員や退職者が臨時にバスの運行に携わる始末である。また、エゲット社が公式のウェブサイトを作成した際には、ヘブライ語とロシア語のみであったため、ヘブライ語もロシア語も読めないものにとっては不便であったが、現在は上記二言語に加えて、英語版も作成されているが、未だにアラビア語のサイトは作られていない。 路線バスの初乗り料金は6.6シェケルのほか、子供、学生、兵士には割引がある。ネゲブ方面やガラリア方面へ行く長距離バスは事前予約ができる。エゲット社の本社はテルアビブにある。イスラエル全土をカバーし、各市ツアーも主催している。テルアビブ都市圏では、段社やカディモン社もバスを運行している。現在エゲット社が使用している車種は、 メルセデス・ベンツ、ボルボ、マンである。エゲットバスは他のイスラエルにおける公共交通機関と同様に原則として金曜日の午後から土曜日の夕方まではバスの運行を行わない。しかしハイファンにおいては土曜日でもバスの運行を行っている。また、エゲットバスはエルサレム市などある特定の市内を走行するバスに乗車する際に10回分の 料金で11回乗車することを可能にするカルティシアという回数券を発行したり、また、ある特定の市内のバスを1ヶ月間乗り放題になる定期券も発行している。ありがとうございます。